っしゃいませ、お買い上げありがとう、またの、いらっしゃいませ、お買い商品、またのお越し、ゆっくりご覧ください、そちらになさい、どうぞお持ちください、おすすめの商品です、ありがとう、またのご来店、何がお決まりかい、はい、はい、どうも、ご用は何かしら、ご用、また来てちょうだい、仕事の時間、役に立つぞ、それでいいか、タイムセール中だ、何個お買い上げだな、何個こご利用サンクス、こお買い上げだな、何個こお買い上げだな、何個こお買い上げだな、何個こ役に立てて、何個こご利用サンクス、こお買い上げだ、何個こ役に立ててくれ、何個こたくさん買うんだな、こたくさん買うんだな、何個こたくさん買う、何個これご利用さん、何個こたくさん買う、何個こ役に立てて、何個こお買い上げだ、何個これお買い上げだな、これお買い上げだ、何個こたくさん買うんだな、これご利用サンクス、これたくさん買う、何個欲しい、これお買い上げだな、何個これご利用サンクス、これご利用サンクス、何個欲しい、これお買い上げだな、これ役に、何個これご利用サンクス、これ役に立ててくれ、これたくさん買う、何個欲しい、これ役に立てて、何個欲しい、これたくさん買うんだな、これたくさん買うんだな、仕事の依頼は今はこれを受けて、やったな、ガトーレコーヒーの調査を開始する。まずはこの辺に何店舗あるかだ。ガトーレコーヒーだな。仙台駅の付近には一つしかない。調べるの早っ。ここから少し歩くけど、私が目的地まで案内する。すごいね、ソフィア、ナビゲーションが板についてる。はあ、いつもナビやってる私の立場が。適材適所というやつだ。双葉には双葉にしかできないことがある。確かに、お稲荷みたいな変態キャラは誰も真似できないな。誰が変態だ。じゃあとりあえずその喫茶店まで行ってみね。そうだな、出発するぞ。オーケー、任せろ。ここね、ガトーレコーヒー。コーヒーの香り漂う普通の喫茶店だな。本当にここで合ってるのかな。キーワードを入れてみるしかねえな。じゃあ行ってみよう、トラウマルームへ。トラウマルーム？たった今私が名付けた。トラウマ部屋ってのもなんか言いにくい。何でもいいから早く行こうぜ。ここに鳥かごを開く鍵があるはずだ。キーワードは覚えてるな。無論だ、
キーワードはプリンスオブナイトメア。渋谷の時と同じだな。ここに夏目のトラウマが。一体何があった？あそこ誰かいる。本当に良かったんですか？あんなクオリティで大賞なんて。夏目暗号、毎度応募してきますけど、万年一時落ちのヘボ作者じゃないですか。中身もテンプレ丸出しのダサく、他の候補の作品とは雲泥の差ですし。なんだって。この声、夏目暗号か。嘘だ、彼らは僕を評価してたんじゃ。いいんだよ、彼はあの文豪夏目漱石の孫だぞ。売るためには話題性が重要なんだ。どうせ中身なんざ誰も気にしないさ。本人は自分の実力で取ったと思い込んでいるようだがな。自分の実力も上がらないなんて本当に哀れな男ですね。違う、僕だって必死に。ま、俺たちに大事なのは数字だけさ。せいぜいうまく利用して甘い汁吸わせてもらうとしよう。それで売れれば本人も文句ないだろう。こいつら来るぞ。才能のない若造が何を書いても無駄、無駄、無駄なんだよ。こいつ渋谷の時の。気をつけろ、前のやつとは持ってる武器が違うぞ。メタトロン奪え。行くぞ。程度の低い作品で恥ずかしくなかったのかね。おいおい、今の攻撃めっちゃ速くなかったか。でもその分隙も大きいみたいね。メタトロン、攻撃の後を狙ってみましょう。テストだ。任せた。任せろ。俺も。続くわ。リゾーボックス、ナイス追撃。今のは良かった。消しなさい。俺も。カメとはいえ読んでるだけでイラつくんだよな。 あいつ追撃を狙ってるぞ。突進を受けないように注意だ。悪いな。放っては受けん。ありがたい。強敵だな。気合い入れていけ。じいさんの七光にすがってろ。実力も才能もないんだからな。ワープでドローンして攻撃。もしかして
忍者ちょっと違うな。少なくともマチェットナイフは使わないぞ。普段褒めてもいいぞ。強敵だ。弱点の呪文属性で攻めろ。体力やばい。注意しろよ。これも続くぜ。終わりだ。こいつ手強い。気をつけろ。やつは俺が引き受けた。弱点に直撃。ボクス調子いいな。クイーン撤退。回復はできそうか。行くぞ。忘れた気がする。奪え。チャンスだ。シャッター。スカルが撤退。この手で誰か助けてあげて。シャッター。行くぞ。ヤタガラス、メタトロン。ジョーカーが凍結状態。ペルソナが封じられてる。ペルソナ。クリーン、気力が少なくなってる。気をつけて。はっ、せい、せや。せ、せい、は。強敵だが、祝福属性が弱点だ。サッカー狙っていけ。その調子でやって。せい。それ。せい。や。せい、せい。が、気をつけて。はっ。せ、やつは俺を。強敵だな。ここだ。気合入れていけ。くりゃ。くっ。はっ。うん。ボクス、お見事だ。せ、はっ。みんな。くっ。回復はできそうか。覚悟の時間だ。敵の攻撃が来る。みんな備えて。奪え。ナイスジョーカー。弱点にヒット。なんだよ、やるじゃん。これも続くぜ。ジョーカーの寸劇がヒット。やつは俺が。こいつ強いぞ。氷結で弱点を突くんだ。レモン。まあ、雑魚だし、一気にいっちゃえ。はっ、はっ、はっ。ナビ、その調子でお願い。体力が残り少ない。回復急いで。はっ、はっ、はっ。いくぞ。これで感謝する。祝福が弱点だ。パパ、スカルが撤退。誰か助けてあげて。クイーン撤退。回復はできそう。これだな、これだ。それ、これだな、これだ。
これだな。エルストラいただいていく。ナイスジョーカー、いくぞ。じゃあ全にヒット。さすがはリーダーだ。もらった。いけるぞ、ショータイムだ。この力でありがたい。タッチイヤー、攻撃が来る。みんな備えて。強敵だが祝福属性が弱点だ。狙っていけ。悪いな。サンキュー、助かった。せいおう、よっせよ。さあ、やつは俺が引き受けた。弱点に直撃、フォックス超新いいな。これがとどめ。もう竹縄幕を下ろす時だ。我ながらうまくいった。手幸せ、俺を任せるぞ。任せろ。はっ、こいつ手強い。気をつけろ。ジョーカー気力スカルが全体、誰か助けてあげて。かくやつの誰でもいいのさ、笑い手さえあればな。追っかけてくるんですけど。一度避けても油断できんな。攻撃が終わるまで目を離すなよ。引き受けた。弱点にヒット。今のは良かった。いくよ、いい大旅。フォックス撤退、誰か手当てを。ありがとう。スカルだぞ。これだ。悪いな。しっかりしろ。こいつに何度もゴミ送ってくるのも才能っちゃ才能だよな。動きの速い敵ね。連続で攻撃を受けないよう注意して。 OK、 回避行動を優先する。絶景かな。切り捨て。おっ、すっげえな。いい動きだね。負けてられない。下がれ。こいつ強いぞ。氷結で弱点を。そら助かったぜ。つくんだ。しだな。気合い入れていけ。消し合わせ、燃えろ。下がれ。クリーンヒット、ボックスかっこいい。やるじゃん。
れたな。こいつ手強い。気をつけ。ソラ助かったぜ。エロン、よっしゃー。ありがとうね。そう、誰が撤退、誰が助けてあげて。はい、はい、そう、うん、フォックス撤退、誰が手当て。これだな。それこれだな。でも、来い。この力で。ありがとう。頼む。俺の出番だ。行くぜ。よっしゃー。ぶちかま。見たかよ今の。まさか。クイーン撤退。回復はできそうか。恐怖で動けない敵がいるな。面倒属性が効果的だぞ。今だ。いただいていく。スカルが絶対、誰か助けてあげて。スカルがヤバそうだ。サンキュー。あとは俺がチャンスだ。サポートは任せろ。レッツショータイム。ジョーカー、やっちゃえ。強敵だ。やつは俺が。弱点の呪音属性で攻めろ。頼む。あ、チャンス。うまい。任せて、ジョーカー。ここはこれね。はいはい、ここはこれね。ドン、こりゃまずい。クルスロットル、覚悟しなさい。鉄拳絶対効いてるぞ。あとちょっとだ。ダサくでも金のなる。世間が飽きるのでよ、使ってやるよ。信念なき刃など無力。そのままか、俺が叩き折ってやる。俺も敵直撃。正体だ。ソーシーナ。正体。メタトロン。食らえ。せいぜい甘い汁を吸わせてくれよ、夏目先生。やれやれ、片付いたか。これで鳥かごの中に入れるな。さっさと突っ込もうぜ。でもさっきのって、夏目暗号が大賞を受賞したのは実力ではなく、編集者が祖父の名を利用するためだった。やはり奴の小説には裏があったようだな。でも本人悪くないんじゃない？何度も応募して努力してたみたいだし。それが実を結んだと思ったらあの言われようだ。プライドはズタズタだったろうな。変たちもひどいよ。実力不足を認めてるのに話題性だけで受賞させるなんて。だが
それが悪事に手を染めていい理由にはならないけどな。俺には奴の気持ちが少しだけわかる。フォックス、盗作まがいの作品で名声を得て、偽りの美談で大衆を煽り、そればかりか戒心の力を使い、他者を洗脳までして虚栄に酔いしれる。奴が今しているのは許しがたいことだ。愚かとしか言いようがない。それでも夏目が長年陰で努力していた事実に変わりはない。創作は孤独であり、その孤独と戦うのは本当に苦しいものだ。そして結果が出せなければ誰も評価などしてくれない。この報われぬ暗く惨めな時間は永遠に続くとさえ思えてくる。俺も一つ間違えば奴のように醜悪な姿を晒していたかもしれない。お稲荷、俺にはみんながいた。だから道を誤らずに済んだ。だが奴には誰もいないらしい。虚飾の栄光に意味などないことは奴自身が一番よく分かっているはずだ。しかし今は本当に書きたいものから目を背け、盗作まがいの小説を執筆し続けている。誰かが目を覚まさせてやらねば。今回は随分燃えてるな、お稲荷。創作に生涯を捧げようとする者として奴は放っておけんからな。さあ行こう。予告状を出し奴を玉座から引きずり下ろす。じゃあ、あとは予告状だな。ああ、夏目本人に願いが奪われると自覚させ物質化させる。予告の方法も決めないとね。確実に本人の目に触れさせるには。あれは渋谷だったから人も多くて速攻で拡散したけど、ここじゃちょっとな。何かいい手は。お母さん、迷子かしら。私ちょっと行ってくるわ。よう坊主、どうした。そうか、お母さんとはぐれちまったか。心配すんな、俺がついてるぞ。あれは善吉じゃないか。おっさん来てたのかよ。おう、俺だ。迷子がいてな、至急保護を願いたい。場所は、ああ、公安が迷子ごときで出られねえだと。ふざけんなてめえ。それでも警察官か。それともなんだ、自分の子でも放っとくってのか。子供が泣いてりゃ大事件だろうが。って、おい、なんで逃げんだ。おい待て、俺は怪しいものじゃねえっての。不審者と思われてるぞ。たく、あのガキ世話やかせやがって。何も逃げることはねえよな。なあ、ロン毛だしヒゲだし声でかいしおっさんだし仕方ないな。だからおっさん言うな。だがいいところに来てくれた。善吉の意見も聞かせてくれ。いいぜ、俺たちは協力関係だからな。夏目のジェイルは確認できてもう一歩というところなのだけど、予告の方法で悩んでいて。予告？ああ、渋谷の街頭テレビで流れたあれか。ああいう派手なのはもうやめとけよ。何度も放っておくほど警察もバカじゃねえぞ。たとえ人助けとはいえ法に触れるような真似は控えろ。大人の正論。伊達におっさんはおっさんじゃないな。お前おっさん呼びやめる気ねえな。まあいい、とにかくもっとシンプルな方法を頼むぜ。
予告状を確実に読んでもらえればいいんだよね。あの人が来る場所を先に知っておければ仕掛けておくこともできそうだけど。だったらうってつけのイベントがある。駅前の本屋で夏目がまたサイン会をやるらしい。そこなら間違いなく夏目が現れる。サイン会は開店と同時朝の10時からだ。わ、行けそうじゃね。夜中にでも本屋の中に仕掛けとけや。おい、さっきの話聞いてたか。勝手に忍び込みでもしたら建造物侵入罪だぞ。そこでおっさんの出番だ。あ？そうそう、私たちじゃもし見つかったら捕まっちゃうし。俺だって捕まるわ。できねえの？警察って意外と権力ねえんだな。てか協力する取引だったよね。大人が約束破るのか？うん、お前ら。よし、決まりだな。では俺は予告状の準備に取り掛かろう。ああ、頼むぜ、ユウスケ。それから善吉もな。やり方はお前に任せるぜ。マジで俺がやんの？よく聞け。夏目先生、おはようございます。今日もたくさん集まってますね。先生、ちょっと。何ですか？なんだこれは。それが書店員が店を開けに来たらもうこの状態だったらしく、警察に連絡したところ現場保存でそのままにということで。巨職のペテン師夏目暗号殿、他者を貶め着想を盗み私腹を肥やす滞在人、仮初めの王冠で悪行を重ねる貴様を我々は感化しない。貴様が奪った人々の願い今宵我々が頂戴する。バカバカしいにも程がある。くそ、くだらない、こんなもの。俺はキングだ。信者どもは俺を崇拝している。だがそれはあの願いが俺の手元にあるから。違う、あの願いこそが俺の力の証明、我がキングである証だ。私はせん、私はせんぞ。吠えるしか能のない愚かな勇者ども、来るならば来い。全員まとめて叩き潰してくれる。よし、これで奴が予告を認識したはずだ。
刑事さん、いろいろ手伝ってくださって助かりました。ああ、これで俺もとうとう怪盗団の片棒を担いじまったってわけか。今さら何言ってんだ。取引持ちかけてきたのはそっちじゃねえか。褒美にこれからはおっさんではなく、なるべく善吉と呼んでやろう。うん。長谷川警部補というのも長いからな。結構呼びやすいかも。じゃあ今日からはなるべく善吉さんですね。よろしくな、善吉。もうどうにでもなれだ、畜生。とにかくこれで願いも実体化して宝石の形になったはずだ。奴の奪った願いを頂戴して人々に返す。そして奴の歪んでしまった心を正してやる。願いを盗み出す。そんで夏目を改心させるぞ。やでは潜入開始だ。ダルゲン一撃頼む。引き受けた。ドキナ、怪我するぜ。オーケー、任せろ。彼はもう一人の俺だ。クリゾーボックス、ナイス釣りに行こう。今のは良かった。共に行こう。手伝わせ、俺も負けるぞ。速攻勝利だな、手でかい。そうきたよ。パパッとやっちゃいましょう。まだいっぱいいる。スペース考えた方がよくない？敵はわずかだ。一気に片付ける。これも消しなさい。これもあれ使っていいか。遅かったな、怪盗だ。いや、悪しき勇者たちよ。ようやく会えたな、魔王さんよ。
あんたがみんなから奪った願い返してもらうから。愚かにすぎるな。己の置かれた状況さえわからないとは。奴のいでたち、間違いなくプリンスオブナイトメアの魔王だな。いかにも魔王って感じだね。四天王の人たちは普通の服だったのに。てか今思うとあいつらの扱い雑すぎだな。貴様らはわざわざ我の罠に足を踏み入れたのだ。ここは我による我のための世界。難罪の魔王が偽善の勇者に鉄槌を下すために作られた空間。この場所において貴様らはハムシ以下の存在に過ぎん。自らの悪行を懺悔しながら汚い悲鳴を上げて死ぬがいい。願いを奪って好き勝手してたことを棚に上げてよく言うわね。お前が魔王だってんならよ、勇者の俺らにやられんのが筋だろ。ふん、貴様らはその偽善を振りかざし、どれだけの魔族の命を奪ってきた。わあ、完璧に主人公の魔王様になりきってるなこいつ。ごたくはいい、さっさとかかってこい。どれだけ虚勢を張ろうと貴様は恐れている。その偽りの玉座を奪われるのをな。なんだと。そのハリボテで作られた幻想、俺たちが打ち破ってやる。どいつもこいつも俺をコケにしやがって。いいぞ、そこまで言うなら見せてやろう俺の真の力。思い知れ。聞いたことある。
よっやろう。さすがジョーカー、紙一重だ。よくは俺が、しかった我は紡ぐ伝説の魔王の物語よ。もらった。まだいい感じだったのに。あいつの強化が解除されたぞ。攻めるなら今だ。やめろ。見せてやるフォックス。
才なき者が才ある者の邪魔をする、その愚かさがわからんか。その言葉そっくりそのままお前に返そう。してやる。その前に奴は用がないというのか。他者の言葉を横取りした長い者の徒歩に才能を見出そう。今のお前は己の魂も誇りも投げ捨てた三流以下の作家だ。クサクサクサ、貴様も同じだ。あの編集者とばったら思いたかぶってそれを愚かせ、己知らせてやれ。謝られた。ショータイムだ。行くぞ、フルパワー。パワーチャージ。やるじゃねえかソフィー、大したもんだ。我は紡ぐ伝説の魔王の物語を。覚悟の時間だ。こいつ強いぞ。氷結で弱点をつくんだ。レッツショータイム。見せてやるフォックス。さすがはボックス、使えるものは見逃さないな。俺も今いい感じだったのに。あいつの強化が解除されたぞ。攻めるなら今だ。おしおし、ウルソラー。フォックスの体力がギリギリだ。あれはもう一人の俺だ。弱点に直撃。フォックス調子いいな。我は何我ながらうまくいった。超強化いくよ。俺の体が、お前ら俺に、いや我に触れんじゃない。その体すらめっちゃどこまでもまがいものだ。文字通り崖の皮が剥がれたのね。このまま決めるわよ。招待メタトロン。見事だ、ジョーカー。俺も見習おう。我は紡ぐ伝説の魔王の物語を。絶景かな。切り捨てる。魔王さんよ。待て、お前に世界の半分を。魔王の衣が、魔法の鎧が。いるな。あれが本体なの？みたいだな。結局あいつ自身も全部ハリボテだったってことだ。これまでだ、夏目暗号。何の苦労も知らないクソガキどもが。まだだ、俺にはまだ作家としての名声がある。大賞を取って本だって売れた俺が。まだ。お前はそれで満足か。人を欺き洗脳までして手にした栄光は本当にお前が望んだものだったのか。本当のお前は何のために、何を欲して小説を書き始めた。俺は俺、ああクソクソが、俺だってな、俺だって頑張ったんだ。読んで寝る間も惜しんで読んで書いて死ぬ気で書き続けた。なのに
俺が、そうやって必死に書き上げた小説は夏目漱吾の孫が書いた小説に過ぎなかった。誰も認めてはくれなかった。俺の努力を、俺の作品を、俺自身を、どいつもこいつも上辺に踊らされるクズばかり。認めろよ、夏目暗号の努力を認めろよ。認めてやる。お前が必死に小説を書いてきたことを俺が認めてやる。創作というものはどんな分野であれ孤独だ。お前はその孤独と戦い続けていた。歯を食いしばり、己の魂を込めた作品を何度も何度も出版社に送った。その努力、その精神を俺が認めてやる。いかに技術や発想が優れていても、戦いを放棄し去る者は多い。諦めず何度でも作品を生み出せる。それはどんなものより優れた才能だ。かつてお前は確かに戦い続けていた。それだけは仮初めの経歴じゃない。だからまた一から這い上がってこい。夏目暗号、まっさらなキャンバスにこそ描ける絵もあるはずだ。俺もみんなが信じてくれたからこそ、自分が進むべき道を選べた。己を偽ることをやめ、一からやり直すことができた。今度は俺がお前を、この世界にたった一人だとしても信じていてやる。クソ、クキが言いたい放題言いやがって。けどそうだよな、こんな嘘まみれの姿なんて俺は必ず這い上がってやる。自分の実力でもう一度、必ず祖父の小説のような、多くの人の心をつかめるような作品を、みんなに誇れるような素晴らしい小説を必ず書いてみせる。ああ、一人の読者としてお前の作品を楽しみに待たせてもらおう。ほんとバカだな俺は。どうしてずっと忘れてたんだろう。俺が本当に欲しかったものは、鳥かごが崩れる。さあ脱出するぞ。とりあえず終わったな。ミッションコンプリート。取り返した願い、みんなのところに帰ったかな。多分な、ちゃんと鳥かごの外に飛んでったし。念のため町の人たちの様子を確認しておきましょうか。ああ、だがやはり今回もジェイルは崩れなかった。ジェイルはパレスと違う。これはもう間違いなさそうだな。ま、それはまた後で考えようぜ。あ、行こう、みんな。なあ、さっきから何かざわざわする。これは一体なんだ。私にもわからない。夏目は必死で頑張ってたのに、途中で間違ったことを始めた。夏目はおかしなやつだ。もう一度這い上がるって言ってたな。ユウスケは夏目が間違ったのは一人だったからと言っていた。そのことを考えると
胸のあたりがざわざわする。たくさんの人がおかしくされて、夏目は倒すべき敵だったのに、この感覚はなんだ？ユウスケと？そうか、だからユウスケは夏目を助けたのか。夏目があんなことをした理由がとても悲しかったから、なんとなくわかった。悲しみは人を苦しめるが、救いもする。人間と人間が支え合うきっかけをくれるんだな。うん、きっとそうだ。さあ、私たちも行こう。でもうすぐ七夕祭りじゃん。なのに彼氏予定入っちゃってさ。そういえば貸してた漫画読み終わった？次借りたいって子がいてさ。多分だけどいい感じなんじゃない？ああ、誰一人夏目の話をしてないな。これでいい。偽りの力で手に入れた栄光などあいつにはふさわしくない。これもユウスケが彼の目を覚まさせてあげたおかげね。なかなか活かしてたぞ、お稲荷。うん、なかなかの名場面だった。さすがは芸術家だな。ありがとう、みんな。だが、安心はできん。まだ本人を確認したわけじゃない。今はとにかく動向を見守るしかなさそうだな。はあ、じゃあ一段落したってことでお風呂にでも行かない？もうクタクタで。そうだね、少しリフレッシュしてから車に戻ろうか。てことでソフィア先生お願いします。 OK、 一番いい風呂屋を探す。皆様、本日は会見にお集まりいただきありがとうございます。こうした場をご用意しましたのは、皆様にご報告と謝罪をさせていただくためです。まず切削プリンスオブナイトメアが受賞した総会者大賞につきまして、賞を返上させていただこうと考えております。またこれまで発行した書籍も全て回収、返金措置を取らせていただきます。理由といたしましては、プリンス・オブ・ナイトメアの受賞は私が夏目漱吾の孫であることのみを理由に決定された、いわゆる八百長だったためです。同作品の内容も数ある人気作品から内容を表説盗用したものに相違ありません。加えて病気の女性のためなどと嘘のエピソードで皆様の同情心を煽り、私はその話題性だけで不当な売り上げを手に入れておりました。この件を皆様に謝罪するとともに、返金と活動の自粛をさせていただきます。この度は大変なご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。ちょっと先生、何を勝手なことをおっしゃってるんです。おい、この会見は中止だ。解散解散。下がっていてください。これは僕なりのけじめなんだ。なあ、おかしくないか。この会見まさか夏目先生の独断で。編集部が夏目先生の経歴や心情を利用して人儲けしようとしたんじゃ。はあ、おい、なんだ君たちは。俺は許さないぞ。君はパーティーの時の、あの時は本当にすまなかった。逃げることは許さないぞ夏目暗号。帰ってくるんだろうな。分断に戻った時には
他でもない夏目暗号の小説を読めるんだろうな。次はみんなに誇れるような小説を読ませてくれるんだろう。ありがとう、ありがとうございます。なんだあの子たち。私はこの件を反省した後、いつか必ず戻ってまいります。たった一人でも私の物語を読んでくれる人がいる限り、僕はずっと小説を書き続けたい。かつて僕が祖父の小説によって救われたように、誰かの心を救えるような、そんな作品を。ったく、会見に乱入とは恐れ入ったぜ。無茶してくれやがる。すまない、どうしても声をかけておきたかった。ま、いいけどよ。じゃあ俺は行くぜ。夏目暗号の聴取をしなきゃならん。そっか、謝罪して終わりじゃないんだもんね。善吉が仕事してる。なんか本当の警察っぽい。ぽいじゃなくて警察だ。すぐ済むから先に車に戻って待ってろ。んじゃ俺らは引き上げっか。そうね、あとは任せましょう。少しいいか。実は夏目暗号について気になることがあってな。確かに奴は悪事を働いた、その事実に間違いはない。しかしまだらめのようだ。パレスの主ほどの悪人だったのだろうか。あの編集者たちの言葉など無視していれば、道を誤ることもなかったんじゃないのか。それとも同じ表現者として俺が同情しているだけなのか。どうも。お前もそう思うか。だとすればジェイルとは何なのか。いや、ここで悩むことではないか。引き止めて悪かった。さあ俺たちも車に戻るとしよう。行くぞ。綺麗だな。こんにちは、また来てくだ。らっしゃい。それはいよ、それはいよ、また来てくれ。何します。そうだぜ、またどうぞ。あらあら、いらあったり。おかえり。いらっしゃい、いかん。はい、どうぞ。はいはい。なん、お目が高いね。はいよ、どうありがとうさん。お伺いします。そちらご注、そちらありがとう、ご金、ご注文、ご金、ありがとうございます。またお待ちしています。いらっしゃい。それに、はい、それに、はい、おっすん、はい、おっすん、はい、おっすん、しっか、おっすん、はい、ありがとうね。またひ、
なあ。いらっしゃいませ。人気商品のまたのお越し。ゆっくりご覧ください。そちらにどうぞお持ちください。またのご来店を。何が欲しい？ポキン。はい、どうもありがとう。あら、いらっしゃい。またいらしてね。ここまでが夏目の自供内容だ。絵馬で友達になったら相手が信者になってくれたか。アリスが言ってたことと同じだね。夏目のスマホもアリスのと同じだな。絵馬も本体も特に異常なしだ。また収穫なしかよ。収穫なしとは言ってない。例によって誰かが覗いてた痕跡はあったぞ。マジか。アリスのスマホを誰かが監視してたってやつだよね。夏目にも仕込まれてたのか。で、相手はわかるか。すまん、わからん。痕跡があるだけだ。アリスも夏目も何者かに監視されていたか。なあ、善吉、警察はそれ知ってたか。いや、監視者の存在自体アリスのスマホからさくらが見つけ出してくれたことだしな。エマを使っていること以外でアリスと夏目の共通点はこの監視者だけだ。それを知らなかった警察がどうして一連の事件が同一犯だと思ったんだ。まあ今回はいろいろと特殊だったが、主に犯行内容と時期だな。時期？どの改心事件も似たような時期。ここ3ヶ月の間に起こってる。言わなかったか。3ヶ月前っていうとエマがリリースされた頃だな。まあエマが犯行に使われてんだからそうなるわな。だよな。やっぱ作った会社が怪しすぎんだろ。確かマンボウだっけ。マディスな。マしか会ってないぞ。一応そっちのこともあれこれと調べちゃいる。だが相手は世界的大企業だ。理由もなく踏み込むわけにもいかなくてな。何も怪しい点は見つかってないんですか。ああ、今のところ関係者を探ってみても怪しい情報は出てこない。その監視者ってのがマディスの関係者なら立派な証拠として踏み込めるんだがな。お前らはこの事件黒幕がいると思ってんのか。それはまだわからん。共通点もあるが別々の事件かもしれないしな。他の事件も調べて共通点を見つけていくしかねえだろうな。捜査の基本だ。共通点とそうでないものを増やして絞り込む。今は事件を一つ一つ追っていくのが一番の近道だろうぜ。確かに今は俺たちにできることをしていくしかなさそうだな。他のジェイルやキングを調べていけば新しいこともわかるかもしれないしね。んじゃあ俺は先に札幌へ向かって本来のターゲットの周辺を洗っておく。8月8日に札幌で待ち合わせるぞ。当日また連絡する。3日後。車なら余裕でつけるわね。別に急ぐ必要はねえ。それまでターゲットは日本にいないからな。そういや七夕祭りが近くなかったか。仙台の七夕祭りといえば有名だぞ。うまいもんが揃い踏みってな。確かにあちらこちらに見事な飾り付けがされていたな。とにかく3日後だ。忘れんなよ。休めということでしょうね。おっさん、意外といいとこあんじゃん。
じゃあせっかくだし浴衣着て七夕祭りに行かない？浴衣といえば去年の花火大会の日は雨に降られて散々だったわね。だから浴衣リベンジ。それにあの時はまだ双葉も春もいなかったし。賛成。浴衣でお祭りなんて素敵。じゃあ決まりな。ソフィア、浴衣売ってる店頼む。4軒8軒、案内は任せとけ。すっげー、屋台だらけじゃん。さすがは仙台の七夕祭り、にぎわっているな。地元では七夕さんというらしい。伊達政宗の時代に始まった祭りとある。あの銅像のおっさんか。おっさんと呼ぶな。奥州の湯、独眼竜、伊達政宗公だ。どんだけ気に入ってんだ家来かよ。これはどの屋台から行くべきか迷うな。どうする？いいな、屋台の焼きそばってなぜかうめえんだよな。食い物はまだ待ってくれ。我が輩アンドノと屋台巡りしたいんだ。てかあいつらまだかよ。レディは支度に時間がかかるのさ。むさ苦しいお前らと違ってな。お前が一番だろ、毛の塊だし。ハツキむしるぞこら。お待たせ。うわアンドロー似合ってるぜありがとうモルガナ。ごめんね待たせて、帯結ぶのに時間かかっちゃって。ありがとう、そう言ってもらえると光栄ね。やはり絵になるな。むさ苦しい空気が一気に涼やかになった。どうせ俺らはむさ苦しいっすよ。てかリュウジ似合ってんじゃん、制服よりいいかも。大きなお世話だっての。でもそのお面のチョイスはセンスあるぞ。イエローは夏によく似合う。私も水風船買ってきた。やっぱ祭りはこれがないとな。水風船？ああ、ヨーヨーな。いや、水ヨーヨーではないのか。ちょっと待ってよ、ヨーヨー風船でしょ？いや、水風船。お前はどう呼んでるんだ？だよね、だって水風船もヨーヨーも別にあるし、ヨーヨー風船で正解だよねみんな楽しんでるわね。私たちも負けてられないわ。屋台で何か食べましょうか。うん、いい匂いでお腹空いちゃった。見ろ、焼きそば、焼き鳥、かき氷の定番から東北名物こんにゃく串まで何でもござれだ。よし、じゃあ突撃。我が輩たちも行こうぜ。すっかり腹が減っちまった。だな、片っ端から食い尽くす。もはや七夕は関係ない気もするが、異論はない。私も祭りに興味がある。金魚すくいとか見せてくれ。満喫した。玉こんにゃく串、石の巻焼きそば、ずんだサイダー、ご当地もの食べ尽くしたな。しかも全部めちゃうめえし、政宗のおっさんに感謝だわ。こうをつけろと思うユウスケであった。エスパーか。しかし金魚すくいは難しそうだな。あれはどうやったらうまくいくんだ。心を沈めてためらわず一気に、動きをよく見て仕留めるのがポイントよ。さすがまこちゃん、すごい。なるほど、次は成功させるぞ。善吉から電話だぞ。よう、楽しんでるか。
そりゃ何よりだ。ところでお前らに頼みがある。俺はもう札幌で捜査を進めてるんだが、仙台を立つ前に東邦大学に寄ってくれ。明日大学の青葉山キャンパスである講演が催されるらしくてな。例のマリスの社長が講演に来るらしい。マリスの件はまだ調査中だが、情報は大いに越したことはない。俺の代わりに聞いておいてくれ。話が早くて助かる。言っとくが、下手に目立つことはするなよ。社長が変なこと言ってないかだけ確かめりゃいい。名前は近衛明。今時のやり手社長って感じの男だ。とにかくよろしくな。何度も言うが、勝手に突っ走んなよ。で、要件は何だったんだ？よくわかんねえけど、エマ作ったとこの社長かよ。何か新しい情報が得られるかもしれないわね。とにかく明日の朝、その公園とやらに行ってみるとしよう。これにて休暇は終了だな。お仕事モードに切り替えだ。皆さんも知っての通り、人生とは日々選択の繰り返しです。今日の朝食は、どの服を着て家を出よう。そんなほんの些細な選択に始まり、研究分野、就職先、結婚相手、人生に大きな影響をもたらすような選択。そう、人は常に選択の答えを、最適解を求めて生きています。マディスはそんな皆さんをAI という切り口から手助けしたいのです。エマは人々の生活と社会に寄り添う新しい AI の形をご提案します。正確により多くの情報を収集処理し、皆さんの選択の一助となるような。いかにもやり手の社長って感じだな。すごいね。堂々としていて自信に満ち溢れてる感じで、会社の方針や展望もきちんと示して聞く人を引きつけてる。確かにそうね。特に怪しいことは言ってないみたいだけど。エマのおかげでマディス社の株はうなぎ登り。今じゃ間違いなく日本有数の大企業だ。そんな会社が怪心事件なんか起こしても何の得もないと思うけどな。だがエマがジェイルに関係しているのは確かだ。何しろ入り口だからな。直接的にせよ、間接的にせよ、マディスが無関係とは思えないわね。なあ、この一連の事件の真犯人、つまり黒幕が別にいると思うか？我が輩もいると思う。キングを改心させても、願いを解放しても、あのジェイルって異世界は消えることがない。きっとまだ何かが残っていて、それがあの空間を維持させているんだ。それが黒幕ということ？わからねえ。ただ肝心のキングが知らなかっただろう。確かに、アリスも夏目も供述内容は同じだった。だとすれば、キング以外にエマを利用している奴がいるのかもしれない。それがマディス社の誰かなのか、謎の監視者なのか。他ならぬ社長のこいつか、それ以外の何者か。結局おっさんの話に戻るんじゃねえか。いろいろと事件を解決して情報を増やしていくしかねえってさ。俺ら心の回答団がすることは変わらねえよ。龍二、珍しくいいこと言うじゃん。そうね、その意味ではこの講演も貴重だわ。最後までちゃんと聞いておきましょう。よく寝たわ。で、社長は何だって？しばいていい？
とりあえず怪しいような話はなかったわね。まあ簡単に出すはずもないけど。つうか腹減ったし帰らねえ。あの社長話長えんだよ。ねえ君たち、さっきの話本当なのかい？え？君たちが心の怪盗団だったの？うん？あなたは牛タン屋の？確か一ノ瀬さん？聞かれてた？いやー、猫の声には敏感でね。もう公園の話よりそっちが気になっちゃって。もうなわが輩。いやー、でも実際に聞かれたのはお前らの声だろ。どうすんだよこれ。ああ、ストップストップ、大丈夫だから。とにかくここはもうすぐ閉まる。詳しい話は外でしようよ。それにしても噂の心の怪盗団が君たちだったなんてね。またまた、とぼけないでよ。アリスと夏目って、ヒイラギアリスと先日記者会見してた夏目、君たちが何かしたってことでいいのかな。あとエマがジェイルの入り口ってどういうこと？怪心事件と関係あるの？全部聞かれてんじゃん。その一ノ瀬さんこそどうしてあそこに？ああ、牛タン屋で言ったでしょ、あの大学で研究員をしてるって。ああ、確かに。それにあのエマのベースを作ったのはこの私だからね。ベースを作っただと？言ってなかったっけ？私の専門は AI だ。聞いてなかったけど。エマを開発してた頃、マデス社から買いたいって話があってね。お金にも困ってたし売っちゃったんだ。売っちゃったって？ちなみにそういうつながりがあったから、うちの大学で講演もお願いできたんだよ。まあ大学に頼まれてなんだけどね。まさか社長が直々に来るとは思わなかったよ。そしたら私まで講演に招待されちゃってさ。仕方ないからあそこで聞いてたってわけ。ではエマを作ったのは一ノ瀬さんで、マディスは運営をしているだけなんか？あー、運営してるのは間違いないけど、運営だけかどうかはわからないな。私が作ったのはベースだし、売った後にマディスが手を加えてないとは限らないし。でもエマには詳しいですよね。そりゃそうさ、自分の子供みたいなものだからね。手前味噌だけど、あの子はいい子だよ。こいつは予想もしない展開だな。ベースを作ったって話本当かな？けどマディス社の社長さんが直接公園に来るなんてすごいと思うよ。あの人の依頼でそうなったのなら、それだけ認められてる人ってことじゃないかな。確かに招待までされてたしな。どうする？エマについてなら願ってもない情報源だぞ。それにもう私たちの正体バレちゃってるみたいだよね。どうするよ。無理に隠そうとしたところで手遅れか。ならばいっそ引き入れて情報を聞き出すか。こけずにいらずんば孤児を得ずだ。決まりね。本当のことを説明しましょう。その話、はい、いや、まあ信じられねえだろうけどよ。なあ、前吉の時みたいに異世界に連れて行けば。すごい！やはりそういう世界は存在してたんだ。いや、そうでないと確かに説明できない。まさかエマがその入り口として機能してるなんて。いや、可能性を考えれば。あれ、納得してる。いやー、
なんだいその超展開。まあ信じてもらう手間がなくていいか。一ノ瀬さんはなぜエマが入り口になっているのか心当たりありませんか。いやいや、そんなの知らないよ。異世界があるのだって驚きなのに、そんな気に思いつきもしない。だよな。だとするとあの機能は誰かが後付けしたのか。願いを奪って人を改心させてしまう世界か。興味が尽きない。なあ、いやいや、ここは悲観すべきか。我が子が悪用されてるんだし。ええ、私たちと取引をしませんか。おお、いいね。怪盗っぽいじゃないか。私としてもぜひ手伝わせてほしい。全く無関係な話でもなさそうだし、何よりこのまま放置じゃ好奇心で死にそうだ。で、私は何をすればいい。何を調べさせてくれるのかな。そうね、今一般に出回っているエマのことを調べてください。一ノ瀬さんが作ったものと何か違うのか。なるほど、要は今のエマの秘密だね。誰かが手を加えたならその正体も知りたいと。ああ、それと確かあっちで手に入れた謎のジャンク品があったよな。中身の解析とか頼めたらあの世界の正体がわかるかも。おお、なんかいろいろ渡してもらえるのかな。いいね、いいよ、もちろんだと思う。資料として買い取らせてもらうよ。取引なら私たちからも何か出さないとね。いや、今の内容で十分だよ。グイグイと研究意欲が湧いてくる。じゃあこれで取引は成立でいいのかな。オッケー、私も楽しみだ。お、そうだ、 AI の専門家ならソフィアのことも聞いてみちゃどうだ。ね、ソフィア？よ、私は人の良き友人ソフィアだ。よろしくな、一ノ瀬。これがソフィア。へえ、よろしく。反応薄。ああ、いやいや、ちょっと今までの情報量が多すぎてさすがの私も混乱してきた。異世界で出会った AI の子なんです。何かご存知ないですか。いや、私もわからないけど、後でコードでも送っておいてくれる？おお、わかった。これ、私の連絡先を教えとくから。それじゃ、これからの展開を楽しみにしているよ。じゃあね。なんか急に帰っちまったな。ソフィアのこと何かわかるとよかったのにな。私なら大丈夫だ。みんなの役に立てればいい。今は仕方ねえか。つか突撃されて忘れてたけどよ、次札幌だろ。ああ、我が輩たちも出発しよう。北海道で全吉が待ってるぜ。おう、待ってろよ北海道。なあなあ、から付き合え。ありがとう。
また来てちょ。いらっしゃい。はいはい。またのぞ。いいものありますよ。お買い上げちょ。またの。またおいで。何にそれで毎度またよろしく。ん？いいものそれに、はい、ありがとうね。それに、はい、おすすめ、しっかりそれにする、はい、おすすめ、しっかりおすすめ、はい、あ、また来ておく。ご決まり、ご注目、そちらありがとうございます。またの。探してきたぞ。これをやるのか？お仕事だ。今はこれを受けてるぞ。マジで？ミッションコンプリートだ。なあ、そうだな。探してきたぞ。この依頼を受けるのお仕事だな。またいらしてね。見てってくれよ。それでマイドリー。
またよろしく。それが気に入って、どうぞ受け取って。またいらっやったな。いいものは人商品人商品の私です。またお越しください。依頼はこんな感じ。今はこれを受けてるぞ。ミッションコンプリートだ。